8月10日お盆の初日です。朝7時半、箱根峠はすでに渋滞です。表櫓、西の風、1メーター、2メーターぐらい入ってます。気温は24度です。なんか弱っちいね。おーい、広がってくれ。オッケーオッケーオッケー。よし、行ってみる。はい、行きます。浮かされちゃってどうすんの？ほい。ああ、北かぶりすごいね。よしよし、おいぞおいぞ。飛び込んじゃおうかな。いや、飛び込めねえじゃんこれ。よいしょ。
てどうすんの。やばいやばいやばい、シンクじゃねえか。ここは木が高いんだよ。よいしょ。